グリーンモンスターの下の方、赤く囲っている部分なんですが、このようになっているんです。こちら、はい、実はスコアボードなんです。すごい低い位置にありますよね。そうですよね、さあここで問題。グリーンモンスターにあるスコアボード、他の球場とは違うあることが名物となっています。それは一体何でしょう。スコアボードの名物？名物。スコアボードが変わる？ああ、またまたグリーン、ま、グリーン、グリーン、チョリーン、じゃないんですよ。スコアボードの名物？どういうこと？ちょっと難しいですよね。難しいよ。あれは低い位置にあることは関係ありますか？もしかしたらだから低いのかって今ちょっと思ったかもしれないです、だってああいうのって電光掲示板とかすごい上の方でなんかテレレテレみたいな感じじゃないですか。今日の影山さんが咲いてる。待ってどうしたんだ。分かっちゃったかも。バーベキューがそんなに良かったのか。分かっちゃったかも。牧野さんは分かった。影山さんはどうですか？いやもうあのこう今日ここに来た時から分かってはいるんですけど。いいよいいよ、答えてくださいよ。もう牧野さんは？いや僕はもうあの分かったんで影山さん言ってくださいよ、ビシッと。さあ影山さんどうぞ。後ろにあのこうこうやって回してくれる人がいる、こう一点みたいな、こうテレみたいな。さあどうなのか。正解は CM です。どうなの？なんか合ってるの？合ってそう。お願いします。さあ改めてですが、グリーンモンスターにあるスコアボード、他の球場とは違うあることが名物となっています、それは一体何でしょうというクイズなんですが、先ほど影山さんはくるくるって後ろに人がいるとおっしゃっていましたよね、さあ果たして正解しているのか。正解はこちら、ご覧ください。どうなんだ。お願いします。はい、こちらはですね、先ほどのスコアボードの裏側なんですが、実はこのようにお部屋になっているんです、ということでスコアボード一枚一枚手動で出しているんです。これはもう正解です。正解、さすが、さすがです。書いてんの。はい、素晴らしいです。すごいね、やっぱりすごいよ。人生で初めてこの番組で正解しました。人生で初めて。壮大ですね。でも本当初当たりですよね、ありがとうございます。で影山さんがおっしゃってくださった以外にももう一つ名物となっているのがですね、こちらご覧ください。はい、このお部屋を選手たちも訪れてですね、スコアボードの裏や壁にサインをしていくんです。それが一流の証として選手たちにとっても非常に光栄なこととなっているんです。あの最近では吉田選手はもちろんなんですが、千賀選手やヌートバー選手もサインしたそうなんです。そうなんだ。ここにサインするってことはやっぱりもう一流っていう証ですか。一流というかメジャーリーガーになったと、メジャーリーガーとしてこの球場に来た時にサインかける、だから僕も書きましたよ、当時岩隈選手と僕とルーキーだったんで行って、後ろにここに書くんだよって言って、わあどこに書く、どこに書くとか言って書いた、書きましたよ。そう、川崎さんのサインも今もあるってことですよね。ありますよ、どこかに僕の。でもそれを見るには選手、一流の選手にならないと見れないってことですもんね。見に行けないってことですね。メジャーリーグの選手になってそこに行くと、だから観客は見られないってことですよね。うわー、貴重なお部屋ですね。すごいな、それ。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいな。さすがです。ダブルおめでとうで、影山さんもおめでとうちょっと間違えろと思ってたね。ひどいですね。本当にもうみんなで喜びましょうって。ここまで見てくださってありがとうございます。続きはアベマで無料で見れます。日曜ルはスポタイ見てね。